皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの伊藤義良平です。本日もよろしくお願いします。で、本日は今まであまりこう、言ってなかった部分として、ちょっとラリーについて少しアドバイスしていけたらなと思います。以前ショートラリーの動画がおかげさまで5万回ぐらい再生がいきました。本当にいつも視聴していただいている皆様、本当にありがとうございます。で、まあそれのちょっとこう、つながる部分でもある今回の動画なんですけど、今回の動画はウォーミングアップからこうラリー、まあショートラリーからロングラリーに入っていくっていう時に、こうしっかりラリーはペースを守ってラリーをするっていうことが、ウォーミングアップでの中で大事で、ショートラリーの時にも、言ったんですけど、やっぱりこうボールが切れちゃうようなことがあってはならないんで、もう本当にゆっくりゆっくりスタートしてって、どれだけその一球を切らさずに長時間ラリーできるかっていうところが、最初こう練習の入りとして感覚をこう引き出していくのにあたってすごく重要なことなんで、そこら辺をちょっと詳しく説明できたらなと、思います。具体的にはこうやりながら説明していこうと思うんですけど、まずそのラリーを、その試合でない、ゲームでない、まあ、ゲームでもそうなんですけど、ラリー自体っていうのは本当にこう相手と対話するっていう、コミュニケーションするっていう姿勢で、ラリーに向き合わないと、いいラリーは成立しないかなと思います。こう自分がああしたいこうしたいっていうのばっかりになっちゃうと、全然こうウォーミングアップとして質が高まらないですし、ラリーっていうのはやっぱりボールを行き返させる、そのできる限り継続させて行き返させることが非常に重要な部分なんで、まあ、プロの選手ほど、やっぱりスタートものすごくゆるいとこから、入っていくんですね。で、結構こう、初中級者の方が、あんまりそこをケアせずに、こう結構ガンガン始めちゃうっていうか、もう、どんどん下がって、後ろ行ったらもう、いきなりこうバンバン打っていっちゃうみたいなことって結構見てて多いんで、どれぐらいのペースからラリーを始めて、後ろで、に下がっていって、まあ、最終的には早いラリーのペースまで持っていくんですけど、そこまでをどういうふうにこう、やっていくかっていうのを実際に、実践しながら、少しお伝えできればなと思います。それでは実際にやってみたいと思います。よろしくお願いします。で、それでは実際に少しやりながら、解説を加えていきたいと思います。一気に虫止まった。はい、じゃあお願いします。じゃあ、行きます。まずは本当にゆっくり。もう足、逆にそんなに動かさないで、もうこれくらい、本当にもう、ちょっとタッチして、ボール飛ばすぐらいです。とにかく、相手にも絶対ミスさせないように、そう、もう細心の注意を払って、ゆっくり。これぐらいから入ってって、徐々にちょっと足を動かし始める。でもまだボールのペースは絶対に途切れないところ。ゆっくりゆっくり。もう本当に触って飛ばすぐらいです。で、ボールが低いと飛距離がちょっと短くなりすぎちゃうんで、速度がないと。だから少しボールはこう、山なりに上げるぐらいな感じですね。とにかくフィーリングをまず大事にしてください。ここで絶対やっちゃいけないのとしては、こう急にバンとか打ったり、このラリーのペースを乱すようなショットをしないこと。この一定のペースを極力守ってラリーする。しかも、できる限りボールは減速させてください。自分が、イメージ的には自分が打てる一番遅いボールからスタートさせていくぐらいのイメージです。これ以上遅いボール打てないっていうところから、こう、なんていうんですかね、アクセスしていくことが大事ですね。で、これを、こう、しばらく少しやって、で、こっからまあ実際に、下がっていくんですけど、下がっていくとき、やっぱり一番重要なのは、やっぱここで絶対に、ボール切っちゃダメなんですよ。ここで止めない、絶対。だから、下がっていくときも、ボールのスピードは、限界まで一回まずゆっくりな状態で、徐々に下がっていく。じゃあ下がっていきましょう。ゆっくりゆっくり。ほんとゆっくり。もうほんと、こんなもんでいいです。これで少しボールを山なりにして、少しずつ飛距離出していってあげる。ゆっくりゆっくり。そう、ここら辺が、ここで切れちゃうと、なんならもう一回ショートラリーからやった方がいいぐらいになっちゃうんで、これぐらいで、絶対切らないようにして、ゆっくりゆっくり始めていく。よくプロのアップとか見てもらうと、
こうなんか逆にダラダラやってるように見えることってあると思うんですけど、それってまさにこういうことなんですよね。結局ボールをミスをしないように、本当に逆に繊細な一番こう弱ですよ、強弱というところの弱ですよね、弱の感覚から入ってってるっていう、そういうことですよね。そっからまあ少しこうお互い感覚が良くなってきてるなっていう、集中力もこうラリーが続くことによって集中力も同時に上がってくるんで、こうなってきたところで少しずつボールのペースは本当に少しずつ少しずつ上げていく。今これパーセンテージで言うと、まあ 10% ぐらいですかね、 10%。 そっからもうちょい 15% ぐらいに上げていく、少し。そう、から徐々に、まあ 20% ぐらいまで上げていきましょう。そう、やっぱりこういうペースでやると、今ちょっとジュニアにお手伝いしてもらってるんですけど、やっぱりミスらないですよね、相手も。あとやっぱり緊張感が出る、しっかり。今はだいたい、まあ、数分やってるんですけど、でまあそろそろ 30%、40% ぐらいに一回、上げてっていいですね。だいぶ感覚が、良くなってきたんで。そう。ここまでミスしないように丁寧に、やるってことがすごく大事ですね。これ今 30%、35% ぐらいですかね。まあちょっと相手ジュニアなんで、80% とかまでいっちゃうと返球が厳しくなってきちゃうんで、ちょっと様子見ながらですけど、そこもやっぱり相手との対話っていうところを意識することが大事ですよね。試合でも結局そうなんで、相手をよく把握することで、まあ弱点なり、逆に相手の上手いところだったりっていうところに気づけていくことがあるんで、やっぱり独りよがりなことは絶対ダメですよね。それ自分のためにならないんで、そうそう、ちょっと 50% ぐらいまで上げてきます。まあ基本は、ラリーは7割でするっていうのが、まあ基本だと思いますね。100% で、ラリーになんないんで、それじゃ。やっぱここまで来ると本当に手の感覚今、めちゃめちゃいいです。こうやってさ、丁寧にやるとさ、感覚良くない？結構。いいよね。そうそうそう。これ大事だから。これやっぱ本当に大事なんですよね。手のひらの感覚がちゃんと冴えてくるというか、集中することですよね。集中ってやっぱり目的がないと集中するのって難しいんで。よいしょ。だからこのまずボールのペース乱さないように、相手絶対ミスんないようにとか、その自分がこれぐらいのペースで打つっていうのとかを明確に決めてやると集中しやすいですね。そう。ウォーミングアップなんで、やっぱり。その、で、それはあれですよね。メンタルもウォーミングアップなんで、体だけっていうことじゃないんで。
相手のコンディションを上げるってことは結局自分にそれが返ってくるんで、相手と相手あってのテニスですからね。それは練習であっても試合であっても相手に一定のリスペクトを持たないと自分の身にならないですよね。だからアップも相手にも感覚がいいところに行ってもらわないといい練習にならないんで、そういう意味でもこのペースキープは大事。ラストで決めていいよ。こういうとこで、そう、ナイス。決めさせてあげたいとかっていうのも大事なことですね。関係性上。以上で、まあ簡単にはなるんですけど、まあどういう風に練習に入っていったらいいかっていうとこもそうですし、そのまあプロ、上手い選手ほど、やっぱりこう、順を追って徐々に徐々にペースを上げていって、そのいい練習に入れる準備をしてるっていうか、そこでちゃんと、そこでちゃんとその順序を踏むことによって、その先でよりこう、もっともっとレベルの高いことを練習の中でしようとするまでに、それがちゃんとできる精神状態と肉体的な感覚を作っとかないと、そこでいい練習にならできないんで、やっぱこの入り方って、まあ入りと、始まりと終わりは常に何においても大事だと思うんですけど、この始め方っていうのは非常に大事なことだし、意外とできてない人が、結構多々いると思うんで、ゆっくり自分が打てる一番弱いボールぐらいからしっかりこう、順序を追って上げていくっていうのが、いい練習につながっていく方法の一つだと思うので、皆さんもぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。はい、それでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、いいねと、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。はい、で、それではありがとうございました。